第3試合特別試合、読売ジャイアンツ優勝記念長嶋茂雄杯争奪ミゼットプロレス10分一本勝負を行います。赤コーナー、北斗選手のようにドームまで出場する気はなかったが、昨日の角掛け X の挑発に奮い立った男、小さな巨人 3WA 世界ミゼットチャンピオン90パウンスリトルクランキー。青コーナー、3回目の登場で何が何だかわからないキャラクターになってしまった男、だんだんお下劣になって顔もひどくなりました、コメントのしようがありません、110パウンス角掛け X。 レフリー肥満児肥満児肥満児というねコールがありましたけれども、さあ楽しい楽しいミゼットプレス、今日は第3試合に登場ということですかね。角掛け X ちょっとタイツもうちょっと上げてほしいですね。あまりにもちょっとこれあまりにも下劣というね、これはもう放送コードギリギリかもうほとんど禁止ですね。さあゴング、まあこの対決は先日の後楽園でね、おっとリーブロック早い、いやいや序盤戦これはもうジュニアリーグに勝るとも劣らないスピーディーな、さあっとそして金髪のカツラを取ったらいつものようにこのモヒカンスタイルX の文字がね3つ並んでますから並んでましたけど H ってことですね、またいつものように体中落書きだらけのこの角掛け X であります。おっと危ない危ない、これはまずいですね、慌ててリングした、汚いですから見ないでください。ただいまアクシデントが起こりました、川崎体育館のね5000人の面前で、これまずいでしょ、捕まっちゃいますよこれ、大丈夫、あリング下で今ねちゃんと履くものあるんでしょうか、いや驚きました驚きました、もうハプニングというよりはほとんどお約束状態ですよね、様子を取られています、怪しい映像ですねこれは、とんだハプニングであります。カウント11 12 危ないぞ危ないぞ、このままリングアウトではシャレになりませんけれども、さあここでやっと登場、さあやった、さあやっと今肌色のラクダ色のタイツをもう一度履き替えまして、試合再開であります。リトルフランキー得意の顔面顔面受け身から、おっとこちらも芸術品であります、頭滑りね、そして今度は何だ、何があるのか、おお、出ましたよ、くる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 っと、もう定番中の定番ですね、いやでも古典的、はい、もうリトルフランキーはこのね技を一体何回やったんだろうっていうぐらい、これも定番、数え切れないほどやってますからねこの技、角掛けここまでは優勢、軽々と放り投げて今何でしょうか、掴んだ股間をちょっと一物を掴んでしまったのか、おっとドラゴンスクリューしてるの、そうですね、あっと鼻の穴に指を突っ込んで、あー汚い汚い、あコブラ何気なく入りましたけどね、みんな今コブラツイストジャンプしてほしいですね、はい、お足りなかよくジャンプしてロープブレイク、レフリーは肥満児という紹介のあったミスターブッタマン、先日は豚原人としてリングが上がってましたけれども、はい、
こちらはジャイアントスイングよく回りますね。これはやっぱり早い早い、もうほとんど放心状態であります。リトルフランキーまだまだ回します。当然おっと当たってきちゃった。リトルの方が、どっちが技をかけたのかわからない状態であります。バランスいいんでしょうね。角掛けの方が おっと真空投げを X で返した。真空投げ返されちゃ辛いでしょうね。10年以上のこの伝統芸のね、真空投げを返すとは何ということをするんでしょうか。これ X 型ですか。ああ出ましたよ X 型目。ああしかしなんとか決めさせないというこのリトルですけれども、あっと手が開いてしまったら X 型目。何気に足をあえてフックしてるんですけども、ほとんど効いてない。あと今度は逆に X スリーパーだ。 X スリーパー。ああしかしこれは崩れたか。先日はクダゲンジンをこの X スリーパーでね秒殺しましたけれども、スノカケ X 今日は3度目の登場。しかしさすがにリトルさんはこう一筋縄にはいかないですね、X 型面も X スリーパーもよく研究していたというところがありますけれども、こちらは止めぞ得意のフライングボディープレス。お、もう一度 X がダメにトライ。 X スリーパーだ。 X スリーパー、おっと強いぞ。角掛け X 強い。5分16秒。 X スリーパーで角掛け X 選手の起爆が始まりました。角掛け X、 これ負けなしじゃないですか。そうですね。いや俺受けたよってやつですね。3回登場して3連勝ですか、角掛け X。 おい X、X 型なんだか知らないけどよ、今度よドームでお前に勝ってやるよ。今日は負けたことな、永久追放してやるからな。おしやろうぜ。いや今ドームでの宣戦布告をリトルフランキーが X に対してしましたけれども、これは東京ドームでまた角掛け X 対リトルフランキーのリマッチがあるということでしょうね。おいリトル、お前な角掛け止めるのといつも違うんだぞ。俺は X の時は強いんだ。お前が負けないんだよ。おい豚まんどろうがよ。リトルだったらリトル豚だろ。いつの間にやってる声よな。いやいや角掛け X、 何かこう自信に満ちたねマイクアピールでしたけどもね、いやードームが楽しみになってきました。このミゼットプロレスは角掛け X が3連勝を飾った試合でありました。